こんばんは。どうも、こんばんは。どうもでーす。見て、あと、いてててて。香川にいます香川、今日は昼から香川に来ています。今日は18時半から花だれ公演があるんですけど、私は出ませんが香川に来てます。あ、旅行じゃないです。明日福フェスがあるので、あの公演メンバーと一緒に香川に来てます。なのでちょっと配信をしてみました。どうも、どうもどうも。 NT さん、フラペチーノさん、ハト、大吉さん、かわいい、ありがとう。しゅんさん、お疲れ。まこばやさん、広瀬光一さん、ハート、真空拳さん、だるま、福太郎さん、浦部さん、アイス、もりもりさん、尊い、ありがとう。かいちゃん、アイドル王、としやさん、バラ、パパパンダさん、すけおさん、ハート、おりちゃん、バラ、土の子さん、お断りです。たそくさん、まり、ありがとう。かいちゃん、バラ、小判、ありがとう。卵豆腐さん、ライバー王、真空拳さん、小判、春坊さん、ノートさん、ハート、クックさん、まり、こうさん、お断りです。右田ピッポさん、ハート、先八さん、マリ、ありがとうございます。こんばんは。トニさん、花束、ゴッちゃん、アイドル王、カイちゃん、だるま、ヨシさん、ペンライト、ありがとう、ありがとう。キングタッツさん、マリ、朝生テレビさん、ハート、タカさん、ハート、ひびきさん、ガモーさん、ハート、ありがとう。ジロ君、お断りです。なんか今日このさ、下から見られる画角だから、なんか違和感しかない。やっほー、みんな元気ですか？お元気？今日は香川に着いて、まずフェストハレに行きまして、そんでホテルに来てからはおみやさんの再放送を見て、相棒の再放送を見て、でちょっと近くをうろちょろしたり、スーパーに行ったりしました。あと SNS の更新準備をしたりしました。そんな感じです。ジンさん、ハート、ありがとう。アンパンさん、レインボースター。ジンさん、花束。しんちゃんさん、小判。まこばやさん、かわいい、さんちゃんだよ、ハート。アルテミスさん、ハート、ありがとう。キムさん、ハート。クアンドリさん、アイドル王、ライバーを、ありがとう。ハンさん、アイドル王、ありがとう。中田さん、お断りです。ジロ君、お断りしたかな、ありがとう。ヨシーさん、アイドル王。ヒーローさん、お断りです。ハート、ありがとう。うえー、なんかコメント見るときこうならないといけないから距離を感じる。新しいパルム食べた、めっちゃハマり、え、ハマりそう、嬉しい。別に私が作ったわけじゃないけど嬉しい。エルさん、アイス、ありがとう。アフリカの星さん、アイス。梅さん、ハート。マルヒナさん、もちはずさん、ハート、ありがとう。スーパーカップずんだ食べてない。なんかここ最近、ここ数日、毎日誰かのコメントとかリップとかで聞かれます。
ずんだ食べましたかって聞かれるけど食べてない。今んとこ食べる予定なしです。一並びユイニャンと対戦中、私もさっき対戦したユイニャンと当たった。当たったらずっとなんか好きな層みたいなずっと言ってんだ。ずっと好き系のスタンプをしてくれてました。押してくれてた。はるさんハートありがとう。コウジさんバラ、ガバイトさんマリ、シンさんライバー王、シンちゃんさんアイドル王、ブルームさんかわいいありがとう、トッツァンハート、パニーさんアイドル王ライバー王ありがとう、ありがとうございます。何の音何の音。明日出演する時間まで待機するの？いや、今日もこの後あります。今日はあの移動だけじゃなくてこの後私も活動あります。あります。でもあのスケジュールとか先に言えないからちょっとあれだけどあります。あるよ、いますよ。だから多分帰ってくるのが遅いかも、遅い配信時間かも。だから明日もしめっちゃ早起きです、今日はもう早く寝ますって人がいたら先に寝てってください。そう、これから今日はお昼は移動で、移動して高松に来てって感じです。陣内さんファイトありがとう。ストーチのミニマロンさんアイドル王ありがとう。パパパンダさんハートかわいいありがとう。ゴブリンアイドル王ありがとう。大吉さんファイト。シューンマリ、翼欲しいさんマリ、マリコウさんお断りですありがとう。しんいちさんお断りです。ナイクルソラハ出るけどパセリ申し込みした？してない。なんでパセリ申し込むよ、なんでパセリ有料なん、パセリ申し込みしないよ。パセリお留守番します。なんで隅っこにいるのね、なんで隅っこにいるんだろうね。私もうちょっと真ん中に行けばいいのにね。隣に今荷物があるからかな、荷物を置いてるからです。確かに壁寄りすぎかも。よいしょ。あ、違うわ、充電器があるからでした、充電器でした。メイクレシピ、え、作ったんですよ結局。あの、ね、作るの途中で諦めたって言ったんですけど、作ったけど、作った後にあの、ああいうのって企業のホームページから画像を使ってるから良くないよってメンバーに言われて、あ、そう言われたら確かにそうだなと思って載せれずにお蔵入りしました。お蔵入りになった。でも確かに言われたらその通りやなと思って、そうやなってなった、納得してしまって。だから今日そう紹介しようと思って、自分が持ってるメイク道具を撮影する分にはそういうあの違反みたいなじゃないらしいから、それにしようと思って、実は今日お昼過ぎぐらいに自分の使ってるメイク道具写真撮って載せようとしてた。まあ興味ない人はいると思うんですけど、知りたいってこの前お話し会であの女の子のファンが言ってくださったので、こちらさん、お疲れありがとう、ハートありがとう。ね、難しいね。でもそう言われて、あ、確かになって。私も何も気にしてなかったけど、いろんなアイドルさんとかタレントさんやってるから、なんか私も参考にしたけど、あ、そう言われたらそうだなって思って、それを聞いてから出すのもね、なんかね、ちょっと納得した以上ね、なんかうーんってなっちゃって、
フレーベさん、ラブレターありがとうございます。ジャパングさん、ありがとう。シュボンさん、アイドルをライバー王。マオさん、ハート。イッキさん、シンイチさん、コバン、ありがとう。ジャパングさん、かわいい、ありがとう。シンイチさん、マリ、ありがとう。難しい。難しいですね。なんかそう、どうなんですかね。そういうの分かんないから一応控えとこうかなって感じです。 BD マンさん、アイスありがとう。マー君、お断りです。お断りです。今日は香川に来てからジェラートを食べました。また紹介したいと思います。会いに見たいとか言ってすいません。いや、嬉しいよ、そうやって言ってもらえて。そう、私もね、乗せたいなと思っててね。けどね、そうそうなのよ、難しいよね。なんかさ、アイスもいつもアイス乗せるときも私迷うのね。なんかね、まず ST に入ったばっかりの頃はメールとかも、今は結構何でも送ってるんですけど、企業系のもの、瀬戸内以外の企業のものとかも送れてなかったじゃないですか。でそれも、あの、もし今後他の、例えばどこかのやつ載せた時に違う企業から STN にお仕事来たら、なんかどう、こうやっぱ企業的なあれみたいなあるじゃん、契約前だけど、なんかそういうのあるっていう話もあったから、今アイスを載せる時もこれ載せて大丈夫なのかなって思いながら載せたり、まあ、一応スタッフさんに確認取ってるんですけど、載せていいですかって、大丈夫だよって言われて載せてるんですけど、ね、分かんないもんね、いつ何のお仕事が来るか。ね、そうなんよ。だからもしコスメとかも載せて、なんか STU もさ、前シャンプーとかやってたし、なんかそういうのもね、難しいよねって。でもどのタレントさんもそうだよねとか、でも気にし始めたらもう何も紹介できないから、またそれも難しいよねって結構私も日々思ってる。難しいね。ああ、確かにメールはそうだね、有料だとね。そうだよね。載せてからね、お仕事来るのもあるね。そうよそうよ。ひーさん、マリありがとう。オリジナル大使だと他の鳥は禁止なのかな。大丈夫です。ハトでも大丈夫だし、あの、何でも乗せれるよ。鶴以外でも、折ってなくても乗せれる、そこはオッケー。縛りないです。なかったです。梅さん、だるまありがとう。ジェットさん、ちっちゃいジェットさん、ミニミニジェットさん、すやすやの居眠りの絵文字のジェットさん、アイドル王ありがとう。こんばんは。でも最初の頃はメールなんかいろいろ送れなかったけど、今はもう自由に、あの、アイスも何でもかんでも送れてるから、スタバ行きましたとかもさ、堂々と書いてるのかな。多分そういう、あの、自分たちが入った頃のルールと今のルールが違うからね、またそこでもこれは大丈夫なのかって思ってしまう理由かもしれない。
そうロゴ全部ぼかしてた。スタバどう見てもスタバなのに、スタバのスタバのあの顔、人間の顔みたいなとこぼかしてた。いやでもどう見てもスタバだよね。サッタンお断りです。しんちゃんさん小判ありがとう。ゼータンありがとう。こんばんは。あ、ひつ並べ今日対戦しましたね。ひつ並べさっき対戦したよね。アルテミスさんマリありがとう。しんちさんアイスありがとう。集合写真何ぼかし、集合写真のぼかし。ね、集合写真さ、私いつも迷うの。生誕セレモニーとかの写真載せるときとか、あのリリーベとかの写真載せるとき、みんなぼかし、ぼかしどう思う、した方がいいと思う、みんな晒して大丈夫かなって思いながら載せてるけどさ、どうですかあれは、いかがですか。晒されたい？あ、そうなの？晒されたい派？まあ、お顔隠してくださいって言ってるもんね。なくていい派？あ、じゃあよかった。結構私ぼかしてない派かもしれない。どうだったかな、この前のやつはぼかしてない気がする。忍者なので、ね、じゃあ忍者はもう自分で池に潜ってもらって、口からなんかあれして潜ってもらおう。やましいことはないのでわらじゃないんです。わらじゃない。ぼかしぼかし。あ、ドローンしてくれる、よろしく。ホリエモンさんハート、クロさんマリありがとう、ヒョコさんライバー王アイドル王、長吉さんハートありがとう。痛い。ちょっと充電器さ伸びないからここで配信しとるんだけど、壁に頭ぶつけちゃう、ぶつけてしまうわ。自分が映っている確認するの晒してください。わかった、じゃあどんどん晒していこうと思う。おみかんさん回復薬、ひょこさんハートありがとう、かいちゃんアイドルをありがとう。ちょっとなんで端っこにいるのって言われてさ、ちょっと気持ち寄ってしまったからさ、よりなんかよりね、はい、こうやっぱこうやって隅っこにいます。静岡の ST 推しさんレインボースターありがとう。よしーさん、かつみさんアイドル王ありがとう。こんばんは。やっほーやっほーやっほー。充電器あるんですよ、こっちに変えようかな、自分の長い充電器に変えようかな。よし変えましょう。よいしょ、おいーん。あ、ちょっとなんかちょっとさ、黒板をこした時の音みたいなしちゃった、失礼いたしました。えい、おい、よし、さっきよりは端っこじゃなくなった。 OK、OK、 ちさんライバーをありがとう。TVerが懐かしドラマ祭り。今何やってる？何があるの？キュート？
キュートとかある？あ、私今日 iPad ないんだった。つい癖で調べようとしちゃったじゃん。今日 iPad ないので、家じゃないから iPad 持参しておりませんので、今日は調べ物ができません。釣られて隅っこに移動しました。なんでなんでですか。夜ご飯食べた。もう今日の夜ご飯はスーパーで買ったあのホタルイカの酢味噌がついてるやつとカツオのたたきです。全然香川感ないです。ゆうちゃんマリありがとう。ヒーローさん花束、ミックサンバラありがとう。マジック学園があった。学ラン、うん、もう私は学ラン、洋ラン、ブラック、飽きちゃ。マジスカ学園の推しメンはこの3人、かっこ4人、延べ4人。学ラン、洋ランは同じ人なので、この4人のキャラクター推しです。なんでかっていうと推しメンだったから。ずっと推しメンを、そういうドラマとかでも推しメンを応援するタイプだったので、当時の私は。なのでマジスカも推しと同じで、ゆきりんさん、宮沢さえさん、高城あきさんのキャラが好きでした。でした。みんなは学ラン派かな、洋ラン派かな。私はずっと学ラン、絶対学ランって思ってたけど、高校卒業したぐらいで洋ランの良さに気づいた。まあ洋ランもいいなとか思って、マジスカを、なんかマジスカ学園がさ YouTube で期間限定で公式で出たとか、なんかあったじゃん、そういうのとか、なんかいろいろ見れる機会があったから、自分が成長して見返してみたら、いや洋ランもいいなってなって、結局どっちも好きになりました。ね、明日うどんあるといいね。どうかな、うどんあるかな。 1,2,3 ミックさん、ハート、桃源郷さん、お断りです。ありがとう。洋蘭は宮沢沙耶さんがやってたキャラクターなんですけど、ちょっと洋蘭なんて言ったらいいんだろう、洋蘭、洋蘭どう説明したらいいんだろう。学ラン、もともと学ランっていうキャラクターがいるんですけど、その学ランがそのドラマがシーズンが変わった時にレベルアップみたいな、レベルアップした。レベルアップというか、もっとイケイケになった。ソーランじゃないよ、やーれんソーランじゃない。どこいしょ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 、ソーラン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 、どこいしょ、あーどこいしょどこいしょ、ソーラン、あーどこいしょどこいしょ、こんばんは。ポセリは6時半に配信終わりますね。6時半から公演始まるから6時半まで配信しますね。よしよしよしよさん、ハートありがとう。あとそうだね、あと5分だね、5分で終わりますね。で帰ってきたらまた配信するね。しまーす。香川のテレビでリハ中の会場がちらっと映りました。そうなの、見とけばよかった。パセ、私今コッシー見てるよ。コッシー、あの見つけた見てるよ。サボさんとか見てるよ、Eテレ。
アルテミスさん、タコありがとう。ありがとう。私がちっちゃい時と変わってないキャラクターもいれば、やっぱりこの女の子はさ、成長するから卒業とかがあったりして、今年から新しくなったスイちゃんだ。さっきまではテレビニュース見てました。ニュース見てたんですけど、天気予報でなんか例年より暑い日が長く続いてて最高記録を更新しそうですって言ってました。9月いっぱいはずっと暑いかもって言ってたよ、テレビで言ってました。勘弁してくれね。そう、毎年同じようなこと言ってる気もするけどさでもなんかもう去年のこと忘れてるから、ああそっか、今年はやっぱ暑いよなって、いや去年より暑いと思ったよって気持ちになるね。ラインボーンさん、ハートありがとう。めっちゃきのこさん、かわいい、ありがとう、ありがとう。ちょっと水があとこんだけしかないから買いに行かないといけない。ガブ飲みしたらこんなにへこんじゃったねえ、いろはさへこみすぎだよ。めちゃめちゃへこみました。こんばんは、やっほー、へこんじった。ベロベロベーの顔文字さん、ハートありがとうすごい顔文字、おもろい、ベロ出てる。ベロ噛まないようにね、ベロ噛まないよ。喫茶店の隅っこの席で配信してるように見える確かに言われたら、確かにね、コメダコーヒーですって言っても分かんないかな。いや、そりゃ分かるか、そりゃ分かるか。ここはホテルです。とっても寂しい。みんな公園、多分今鍵穴準備とかしてると思う。あ、もう終わらないと。じゃあ皆さん、このあと18時30分から花誰のもの公演が開催されます。2年ぶりの香川の花だれ公演。この花だれ公演はこの今日の会場から始まりました。その時私はちょうどコロナ療養中だったので、そうなんです、初めてこの香川の、私香川でこうやって公演するの初、まあ、出てないんですけど出てないけど、あの16人とかでっていうの初、うん、だから今日会場ついて感動しました。おお、すごいと思った出てないけどまた来れるように頑張りたいと思います。それじゃあまた夜配信します。夜配信いたします。壇上行きます。13位大吉さん、12位ミックさん、11位陣内さん、10位さんちゃんだよ、9位しんいちさん、8位たかさん、7位アルテミスさん、6位しんちゃんさん、5位かいちゃん、4位クワドリさん、3位静岡の STO しさん、2位カメさん、1位トニーさん、ありがとうございます。それじゃあみんな DMM見てください。ありがとう、またね、ありがとうございました。バイバーイ。